こんにちは、リリナナです。では以前編んでたトートバッグの続き、8段目からスタートします。はい、次9段目。はい、次10段目。はい、11段目。はい、12段目。
切れてた、切れてるところがあるときはここだけがすごく細くなってしまうので、私は余分なところを切ってつなげてしまいます。色を変える時と同じようなつなげ方で、だいたい糸をつなげる時はつなげています。あんまり私は縛ったりとかそういうのはしないですね。はい、12段目終わりました。次13段目、18センチ、13段で終わりにしようかなと思います。はい、13段まで編めました。アイロンをかけていきます。だいたいこの時点で横が19センチ、縦が 12.5、 12、13センチぐらいになってます。なので、ちょっとペチャッとなると広がるから、このくらいでいいかなと思います。そこの部分が、ちょっと小さいような気がするんですけども、この時点でちょっと糸処理をしちゃいます。ちょっとガジガジだけど、大丈夫でしょう。で
で今度は横の部分をどうするか、細編みで編むか、ちょっと模様を入れるか、ちょっと考えておきます。では第2弾ということで、今回は底の部分を編みました。で次回は横の部分を編んでいきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。